きますので、はい、18時41分の、ちょうど時間となりましてですね、はい、後半に、いきたいと思います。後半の一発目ですね、はい、ハードクレイジーノイズさんですね、11月ですかね、はい、出ていただきまして、もっぺん出てくださいというのをお願いをしてしまいましたけども、多分私らの年代ぐらいの方だと、やっぱりやってくれる曲がですね、もう非常に、知ってる曲、好みの曲といいますかね、そういう形ですので、非常に楽しんでいただけるんじゃないかと思っております。はい、それでは準備は大丈夫ですか？はい、ではハードクレイジーノイズさんです。よろしくお願いいたします。去年の11月に初めてこのバースさんに出させていただいて、とても音もいいしやりやすいライブハウスだなということで、この3月もね出させていただきました。ありがとうございます。楽しみにして、忘れずにメンバー紹介しますね。いつも忘れて怒られるんで、はい、早いですけど、一番じゃあ後ろからベースのカンタロウです。ベース担当、今日はエレキベースを見てください。その前は伊沢くんです。カホーンとコーラス、リードギタリストはトミーです。富所ひとし、今日誕生日、私4日前に誕生日、ユンさんと一緒なんだな、13日はいでした。まあ年はええんですけども、結構食ってますね。
あ、私は長戸圭でございます。ありがとうございます。高槻市とか三島郡島本町、この辺りからやってまいりました。ちょっと三島郡島本町、ちょっと事件があって有名になりましたけど、はい、嫌な事件があって有名な母校の横で、母校の横でね、ちょっと遺棄事件がありましたから。あれさあ、あれですよ、嫌 やな、あれ一躍有名になってしまいました。ちょうどね、あのヘリから全部母校を映してましたけど、はい、島本高校なんですけど、今日は欲張ってできる限り100曲たくさんやろうと思ってますので、あんまり喋らんとかけて、1曲目はビートルズのタックスマン、確定申告はお済みでしょうか。税務署員を響きった、とてもよくできた歌詞、タックスマン、はい、ジョージ・ハリスンのデビューですね。はい、じゃあ2曲目をね、ビートルズ、今日は後期の方のね、ナンバーを多く用意しましたので、いきましょう。Yeah.
ございます。そこは理解です。ちょっと早く終わらせてしまう。ちょっと怒ってるなこれ。後でラーメンを思う。もうさらに取りまーす。要は話の結末だな。どっちに合わせるか迷うから。ありがとう。ありがとう。はい、じゃあどんどん続けていきましょう。欲張って曲ロックブーツでしますので、はい、今日ね初めてやる曲も 2,3 曲があるんですけどね。はい、ピースですから、ね、彼が生きてたらもっと名曲いっぱいね残してくれてたよな思ったらちょっと悔しいですけどね。はい、ではちょっとやかましい曲が来ましたのでバラード1曲、その大好きなジョン・レノンの女性に感謝を表した歌ありますね。先ほどもウーマって曲やったんですけど、僕らのジョン・レノンのウーマやった。
Feel like making love.
あんまり訳せない。でも大人なライブやから言うてもええかな。でも YouTube で流れるしはめない。メイキンチャイルドみたいな意味ですね、これね。ヨウさん、訳してください。モザーさん、訳さんでええと。さっとメイキンラブ。そうですよね。YouTube をやめといてもらいましょう。いいですよね。全然ピーちゃいます。はい、早いもので。時間大丈夫ですか。はい、時間も6時40分からやったんで。あ、OK です。あと1曲できますね。いや、全然大丈夫、余裕見てますから。はい、大丈夫、あと1曲しか用意してないんです。あ、嬉しいな。はい、タックスマンで始めましたけど、ジョージ・ハリソンね。最後もまたジョージ・ハリソン、ビートルズの曲でありながらエリック・クラプトンがギターを弾いているという有名な、僕のギターが忍び泣く、トミーのギターが忍び泣くかどうか、そういう酔っ払ってはい、行きましょう。
みたいな、ね、ウーマン姉さんみたいじゃないから、ま、私の歌言うて、ね